今日はですね、この千葉家に、もう今日も素敵なゲストの方、お客様をお招きしております。劇場版の新キャラクター、わたつみここあ役、小原好美さんです。どうぞ。いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。わたつみここあ役の小原好美です。今日はよろしくお願いします。お願いします。嬉しい。我が家にいらしていただくのも初めてですし、はい、かつニコ生も初めて。そうなんです。すっごい緊張してます。もう大丈夫です。千葉家に来たからには、お兄様がいらっしゃいますから。お兄様お願いします。もう本当生だから、はい、楽よ。ぼーっとしてても1時間経ったら終わってるからね。これ収録だったらお前ぼーっとしてたろってすぐディレクターに止められて頭からやり直しだからさ、もう適当でいいからこんなの。そういうの初めましてとか教えないでください。あ、そうですか。そういうことじゃない。僕の見てきた人たちみんなそうだったから。違う違う、収録より自由にやってるから。今の部分はわかりました。そうだからね、全部お願いします。みゆきにお兄様と呼ばれたいさんさんから、いただきました。はい、ありがとうございます。映画公開が楽しみすぎてテスト勉強に手がつけられません。そんな僕のためにアフレコ現場での中村さん、早見さん、小原さんはもちろん他のキャストさんとの面白話を教えていただけませんかと。アフレコ現場での思い出ということです。思い出ですか。はい、思い出してください。今皆さんちょっと思い出しますから、今少々お待ちください。もうちょっと待って、もうちょっと。やっぱり準備長かったから。そう、でもアフレコ現場結構前なんですよ。アフレコが。2月とかでした。何月でした？2月でした。2月。2月の寒い日でした。あれは。そうでした。雪が降ってたかな。降ってなかった。コアちゃんも初登場ですよね。そうですね。すっごい緊張して現場入ったんですけど、やっぱ長くそう作品をやってらしたキャストの皆さんだったんで、もう本当にいろんなところでお話してるんですけど、あったかく迎えてくださったんで和やかですよね。そうでしたね。現場のそのキャスト陣はさ、僕を中心にスターだらけなわけじゃないですか。そうですね。ちょっとそうでした。そうでした。いいんですよ。それについての感想とかはね。これでスルーしてたら恐ろしい新人だなと思うからね。確かにそうですね。いやもう入った時は、あ、テレビで見たことある人たちだっていう。そんなに出てないはずだよ。いや聞いたこともあるし見たこともある方だったんで、中村さんとかスタジオ入りされた時、あ、中村さんだと思ったんですけど、緊張しすぎて声をかけられず。あ、そうだった。最初はわかります。でも私もそうだった気がします。中村さんスターオーラ。そうですね。看板出てましたね。もうこの話大丈夫です。そこの下りはそんなに引きずらなくて大丈夫なやつだから。でもね、本当先輩しかいないんだもんね。そうですね、先輩しか。和やかな感じでずっと終始進んでいきましたよね。そうですね。お弁当もみんなで食べましたしね。はい。食べたな、そういえば。そうそう。いろんな種類用意してくださって。はい。そうなんです。そのような思い出がありました。濃いような薄い感じの。いや、濃かったですよ。濃い収録ではありました。ちょっともう一ついきましょうか。じゃあ、中村さん、お願いいたします。はい。中村さん、早見さん、小原さん、こんばんは。こんばんは。中村さんはユーキャン、早見さんは早見などの愛称がありますが、小原さんは何と呼ばれることが多いですか。ぜひ教えてください。東京都せいちゃんからです。せいちゃん。はい。個人的にはココさんどうですか。私の名前は読みづらいので普通に読んだら小原よしみって読んじゃう。小原好みなんですけど、普通に字だけだと読めない方が小原さんとかね。そうね、まあどっちでもそうね。小原さんとかちょっと今思い浮かぶ人がいて、なので自分から発信したわけではないんですけど、名字からと名前からでココちゃんって言われたりとかはしてます。え、じゃあもう読まれちゃってる。今ちょっとドキッとしました。ココさんすごい。はい、ココちゃん可愛いですね。じゃあココちゃんだ。あ、はい。あ、ちょっとドキッとしました。いいですね。ちょっと皆さんもね、画面にココちゃんたくさん呼んで、これからココちゃんだから、あ、いっぱいココちゃん。可愛い。